ご覧ください、スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆、熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。個性あるチーム同士のぶつかり合い、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。闘志をみなぎらせる選手たち、その熱気がこちらまで伝わってきます。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。試合開始です。幻想的なドリブルだ、チャージが決まった。ここは抜かせません。鮮やかな前転で突破、高速で抜き去った。さらにシュナイダー君、ボールを奪うことができません。前転で倒した。見せてやるぜ俺の力。側転、バック転、バック中からのミラクルオーバーヘッドだ。ミューラー君堂々とキャッチ。この位置でコース決めた。高速で抜き去った。ここからチャンスを取れるか。うん、僕のおかげだね。あとドリブルを見送れ。高速で抜き去った。次々にナイスプレー。高速で抜き去った。天才的なドリブルだ。まずい、早くこの窮地を脱したいところ。必殺のシュートを上げた。ミュラルゴールスタート。先制のゴールを入った。よし、そこだ。いけ。うわ、リードを広げよう。いけ。これは見事な個人技だ。何？さあ、ジェルト君、スライディングでキャット。ライアン、これで、これが美獣のドリブルだ。シュナイダー君、狙いすましたパスを送る。さあ、ゴール前です。豪快にシュート。自分にシュートだ。真っ向からシュートを受け止めた。ボールと戯れるようだ。パントキックで大きく蹴り出した。おっと、攻守交代だ。これが美獣のドリブルだ。横にかわして突破。これはごぼう抜きだ。パントキック、どこまで運べるか。ブレイク君、競り合いに行く。お箱のヒールリフトだ。出た、七色のフェイント。センターラインを越えて攻め込む。お箱のヒールリフトだ。おっと、側転、バック転、バック中か。ミラクルオーバーヘッドだ。止めた、まさに鋼鉄の巨人。横をすり抜けた。ナイスプレー。あとここで仕留めに来た。美しくも容赦ない一撃でゴールを奪うのか。ケルティーナ君、横に飛んだ。これはキャッチできない。ここから打ってきた。ケイジーニョ君、ゴールを割らせません。カルロス、ホームチーム、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。ブレイク君、圧倒的パワーで吹き飛ばした。それそれ、まずい。おっと、側転、バク転、バク中からのそこ、ミラクルオーバーヘッドだ。これは反応しているぞ。あっと、これを弾いた。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。強い、これがミューラー君だ。パントキック、どこまで運べるか。シュナイダー君、このボールをコントロール。これは見事な個人技だ。シュナイダーさん、ライアン君、この辺奪った。鋭いスライディング、ボールを浮かせて抜いた。そら、ディナス君、このナイスプレーだ。スライディングでカット。これは華麗に回転をかけたシュートだ。
よし、順調だ。よし、それここだ。切り替えていくぞ。さて、ここは抜け出せん。チャージが決まった。ドリブルドランかけてパス。カルロス君、激しいタックル。タックルも決めた。やっと奪い返した。ミエル君、激しいタックル。俺たちの力を見せる時だ。ゲルマン魂を見せつけてくるのか。素早く横に倒す。さあ、ヤクヤの騎士がその力を見せつけるか。見えた。これは目の覚めるような一撃だ。ケイジーニュ君、このシュートに反応している。シュート。キックで大きく蹴り出した。ボールを奪った。シュナイダー君、ものともせず突き進む。これは15号の超連携。お互いの長所を生かした最高のシュートだ。俺の見せ場が来た。足で止めたぞ、ケイジーニュ君。タックルは不発に終わります。キンワーのオーロン。おっと、側転、バク転、バク中からのサブロン。ミラクルオーバーヘッド。カルス君、このボールに立ちはだかる。あっと、ブロックを粉砕。カルス君、ゴール前に上げた。このセンタリングをものにできるか。惜しくも枠の外。アウェイチーム、ゴールキックで仕切り直します。ライアン君、ボールを奪った。ボールは友達、渡しません。ボールを奪った。ナイスプレー。まさに荒々しい渾身の力を振り絞って超低空シュート。これは反応しているぞ。ミューラー君、これはキャッチできない。パスを受けた。体ごとぶつかっていった。もらった。かわして振り切った。ボールを浮かせてる。止められるか。ナイスプレー。シュートか。さらにスーパーのシュートだ。ミュラ君、このシュートに反応。くだらない相手。このシュートを決めてるぞ。もらった。さあ、止められるか。まだ勝つチャンスはあるって。レヴィン君、それシュナイダー君、素早く横にかわす。ライアン君、激しいタックル。シュナイダー君、ボールを狙うも届かない。必殺のオーロラフェイントだ。セーター、七色のフェイント。ナイスプレーだね。得意のヒールリストで抜いた。おっと、側転、バク転、バク中からのミラクルオーバーヘッドだ。キーパー一歩も動けず、見事なゴール。よし、これだ。よし、うわ、そんな。見切った。諦めるにはまだ早い。ブストラ、行け。それを出します。シュナイダー君、素早く横にかわす。横にかわしてくれ。ボールを浮かせて抜いた。これは見事な個人技だ。これは10と5の超連携。お互いの長所を生かした最高のシュートだ。これは反応しているぞ。ボール踏みに決まった。ロングシュートを決めてきた。これだ。そんな、これで、油断は禁物だよ。そら、
ホームチーム後半戦キック行けはっ横にかわしてここやろスタミナプレーここで仕留めに来た美しくも要素の一撃でゴールを奪うのかこれは取られたすごい見事なキャッチスライディングでカットここからシュートに持っていく自分にシュートだ横から鋭く反応 KG 力これはキャッチできないストーンくんロングボールをダイレクトでパス必殺のオーロラフェイントだカルクボールを狙うもとナイスプレーだ敵陣へ攻め込みますおっと側転バク転バク中からのそこミラクルオーバーヘッドあ片手ですごいパワーだパントキックで大きく蹴り出したボールも奪ったそれ天才的なドリブルだ高速で抜き去ったいいプレーだ天才的なドリブルだ止められないナイス余裕ここで激突両者譲らずボールは真上で空高くで火花を散らすあ片手ですごいパワーだパントキックで大きく蹴り出したアルベルト君素早く掴みますボールダッシュ成功横をすり抜けた体ごとぶつかっていったここはパスに切り替えたここからチャンスを作れるか得意のヒールドで抜いたなんとアクロバットな動きでオーバーヘッドシュートにいったキーパー一歩も動けずすごいすごい見たかヒーローの勢いが止まりませんもらったぞバカだはっそここのパスをトラップこれは素早く横にかわすなんともかわしたそんなにあとここで仕留めに来た美しくも容赦ない一撃でゴールを奪うのかあここだ突き飛んだあ KG の君キャッチパスを出しましたスライディングで止めた横をすり抜けたパントキックで大きく蹴り出したシュナイダー君ここで奪ったピエール君ここはパスを出したカーブが決まったドリブルと見せかけてパスタックルも決めたこのボールを拾いますゴールキックですケイジーニョ君ここはパスを出したこれは見事な個人技だカルロスを下げたパスを出しますセンターラインを越えて攻め込むサッカーは勝った者が強いんだ見せつけてくるのかクロスを上げたシュートだこれは見事にキャッチパントキックどこまで運べるかおっと攻守交代だシュナイダー君怒りの発進だおっとここで仕留めに来た美しくも容赦ない一撃でゴールを奪うのか KG 力このシュートに反応しているよし狙い通りだ期待にかなわぬ活躍ですゴールはぁもらったそう行けはぁいやごめんごめん次は頑張るからさスライディングでカットボールを浮かせて抜いたそれチャンスが決まったナイスだぜ大きなドリブルだ高速で打ち立ったやあとドリブルを見送る高速で打ち立った天才的なドリブルだナイスだよなんとアクロバットな動きでオーバーヘッドシュートに打ったこのシュートに
動している。おお、たやすく止めた。パントキックで大きく蹴り出した。このボールをコントロール、これは見事な個人技だ。ボールを浮かせて抜いたんだ。まずい、攻め込む。これは見事な個人技だ。次々に変わっていく。ナイス、再び舞い上がった。まさに妖精。そしてケイジーの飛び出しシュート、横飛びで鋭く反応。ケイジー力、これはキャッチできない。ゴールを狙う、ゴールダッシュ成功。シュナイダー大きくサイドチェンジ。シュナイダー君、ゴールを狙う。カルロスさん、カルロス君、ロングパスを受けます。出た、七色のフェイント。それ得意のヒールドで抜いた。ナイスだぞ。敵陣へ攻め込みます。シュートまで持ち込めるか。おっと、側転、バック転、バック転からのミラクルオーバーヘッドだ。まさにスーパールーキー。やったぞ、圧巻のハットトリックです。突き放そう。それ、これは見事な個人技だ。センターラインを越えて攻め込む。まずいぞ。渾身のシュート。自分にシュートだ。やった。これをブロックに行く。あーと、ブロックを粉砕。ディアス君、パスを回す。シュナイダー君、激しいタックル。ライナ君、タックルを決めた。ハイネ君、ボールを奪うことができません。天才的なドリブルだ。このタックルは不発に終わります。天才的なドリブルだ。さあ、ゴール前です。おっと、側転、バック転、バッチリのタックルオーバーヘッドだ。あと、これを弾いた。天才的なドリブルだ。ナイス。なんとアクロバットな動きでオーバーヘッドに打った。ここでオフサイドの判定。そこだ。フリーキックからのリスタート。シュナイダー、シュナイク君、ボールダッシュ成功。もらったぜ。圧倒的パワーで吹き飛ばした。邪魔するな。破壊の熱いぞ。どうだ、ブレイク君、圧倒的パワーで吹き飛ばした。邪魔だ。破壊の熱いぞ。ここだ、ブレイク君。あと、さあ、格はいいか。力こそ成功が無限化したようなブレイクシュートだ。横っ飛びで鋭く反応。あ、片手で、すごいパワーだ。パントキックで大きく蹴り出した。さあ、カンタラ、素早く横に倒す。敵陣を切り裂く。さあ、白夜の騎士がその力を見せつけるか。これは目の覚めるような一撃だ。横飛びで鋭く反応。懸命にかき出した。シュート。ホームチーム勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。